サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ、カサニマロです。どうもリケタンとメントと、トップに立ったピノトーです。ということで今日はね、まあ、学歴担当として、供養を持ち込んできました。はい。バー広島大学 vs 岡山大学 vs マーチ3巻の俺みたいな多分ね、サムネになってると思うんですけども、はい、広島大学大体学歴で言ったらどれぐらいのとこなんかっていうのを、はい、まあもう偏見たっぷりに広島大学生が語るっていう動画になっております、はい、じゃあまずまあ学歴素人から言っていいですか、うん、広島大学が一番いいんちゃうかなと思うけどな。就職も東大って言われてるしな。なあ。っていうのはちょっと茶番で実際に。まず就職の中で言いたいじゃあ、うん。まず一番広島大学っていうのは、金岡千尋っていう大学群にね、一応国立大学属しています。はいはい、皆さん大好きな人だったので、もちろんご存知だと思うんですけども、うん、金沢大学、岡山大学、千葉大学、うん、広大ね、金岡千尋の広やからね。はい。っていうことになっています。で、金岡千尋でまず国立の4つで比べると、うん、その中だとやっぱ千葉がね、うん、一番難しいかなというふうに思いますね、うん、やっぱり。千葉がちょっと一つ頭抜けてるかなっていうふうに思います、はい、で広島岡山は結構学部によるんですよね。ここはちょっと今からね説明をしていきます、はい、でやっぱ金沢はちょっと特殊な学部が多いんですよね、うんうんうん、学域があって融合学域であったりとか、うんうんうん、その地域なんてかごめんちょっと完全に名前覚えてんけど地域の学部であったりとか、うんうんうん、特殊な学部が多いんでやっぱりちょっと偏差値が下がってしまうっていうことで、うんうん、まあまずこの序列金岡千尋の序列は千葉が上で、うん、広島岡山がその次で金沢はこのぐらいかなっていうふうに思います、はい、この序列っていうのは入学難易度ね、うん、どんだけ入学するのが難しいかって話になってきます、うんうん、まあ就活で言ったら正直ほぼトントンなんだと思うんですよ企業からの評価は、うん、今日やっぱり千葉が一番関東に近い、うん、でやっぱ就職活動っていうのは情報戦なんで、うん、東京に近ければ近いほど結構有利だなっていうことはね、うん、実際思ったりするので、うん、ということで東京に近い千葉で多分説明会とかもね結構東京であることが多いので、うんまあ、今だったらズームも多いけどね、うんまあ、実際やっぱ東京に近い方が有利になってくることは多いので、うん、面接しかりね、うん、っていうことで千葉大が一番就職でもやっぱ有利かなっていうふうにね、うんうん、思ったりはします。なるほどね。で広島と岡山では比較して、うん、弁当どういうイメージ、まずじゃあ学歴のことあんま分かんないんで、うん、立地のことで言うと、うん、実は岡山大学の方がめっちゃ都会、うん、で広島大学はクソ田舎っていうところもあるね。ちょっとなんか巻いてる気がするから、うん、弁明すると確かに立地で選ぶなら、うん、広島と岡山多分もう絶対岡山はね、うん、で岡山駅から近いよね岡山大学って確か、うんうんうん、じゃあ弁当役に聞きたい、うん、なんで岡大じゃなくて広大や、うん、広大にやりたいことがあったからかな。いやそうあんな、うん学部で決めましたね。ピノとは全く同じなんですよ、うんうんうん、やりたい学部ってかやりたい学部じゃないねやりたい勉強やりたい学問が広島大学でしかできなかったから、うんうん、っていう感じになってくるんで、うんうん、もちろんお互い違うね学問分野ではあるんですけどもすでにそういう意味で広島大学に来た、うん、っていうことなんで広島と岡山は確かに好きな学問ができるか、うん、っていうことが一番あれかなと思います、うんね、けど全国的なネームバリューで言ったらやっぱり肌で感じるのは、うん、広島大学の方がやっぱ有名かなっていうふうに思うかな、うんうんうん、なんでかって言ったらやっぱ人口と偏差値って大学の偏差値比例すんのよね、うんうんうん、まあ京都なんかは結構特殊やねんけども、うんうんうん京都以外だったら結構人口順に偏差値例えば大阪大学って人口重いから偏差値高いやんか、うんうんうん、で相関関係はやっぱある程度思うねある程度あると思うね、うんうんうん、まあ神奈川もそこそこ神奈川は日本で2番目やけどまあ両、うん、国もまあそこそこ賢いやん、うんうんまあ、広島大学よりは入学の間は確実に難しいから、うんうん、結構人口に比例するのであって、うん、それで岡山と広島って人口広島の方が多いし、うんうん、知名度がどっちかってやっぱあると思うよね、うんうん、っていう意味でそういう意味でちょっとだけ、なんやろな、チヤホヤされる外部の人から、うん、っていうのもあるんかなっていうふうに、偏見ですけどね。これは広島大学生なんで、そう思ってるだけかもしれないですけども、思ったりします。うん、けど、立地で言ったら絶対岡山の方がいいので、そこはやっぱ好みかなっていうふうにね、うんうんうん、思ったりします。だから、就職の難易度とかも、まあ、ほぼね、変わらないかな。うん、気持ちいい、広大のこと詳しいんで、広島の方が難しいんかなと思ったりするけど、うんうんまあ、あんま変わらないだろうなっていうふうにね、うんうん、思ったりはします。はい、で学部で言ったら、うん医学部と歯学部と薬学部に関しては完全岡山の方が上って言われています、うんうんうん、で96医大に含まれてるんで、うんうんうん、岡山大学はねで医学部系はやっぱりね強いです、うんうん、で一方で文系学部やったらやっぱね広島大学かなっていう風に言われたり、うんうん、教育なんかやったらねやっぱ確実にね、うん、広島大学西の東の筑波西の広島って言われてるんで、うんうんうん、広島の方がやっぱ教育やったら優位性あるかなっていう風にね、うんうん、思ったりはします。うん、っていう感じかな。そうね、まあ、教育学部のことで補足すると、うん、やっぱりなんか広大以上になっちゃうと先生にならない人が増えてくるので、うん、そうね、なので教育学っていう学問を勉強したい人はそれで広大より別の大学に行った方がいろんな教授がいたりするかもしれないけど、うん、教員養成っていう意味で言うと広大は結構いいのかなっていうふうに個人的には思いますね。そうだね、うん、っていう話です。はい、次カンカン同率じゃあ次比べるのちょっと長くなっちゃうんで、うん、ちょっとペペと喋りますけども、はい
まあ、カンカンドイツ動詞者、まあ、何で言ったら漢学と立命館、まあ、都市に読んでるけど、まあ、漢学立命館漢大だと多分思うんですよね、はいはいはい、で言ったら多分就職でまず言うと同社が、ほんで広大比べると、うん、就職で言ったら絶対同社が一番強いと思います、はい、多分広大っていうと同社で同じ感じやったら多分同社選ばれることの方が多いかなと思います、うん、まあ、これは何でかって言ったらやっぱ同社の方が生徒の人数多いんで、やっぱり例えば上のあの偉いさんが同社卒業とかやっぱりそういうね、はい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 、タイプがあったりとかするので、やっぱりそういう意味で同社の方が強いかなっていう風に思ったりはします、うんうん、で難易度が多分みんな一番気になってると思うから、うん、難易度で言うとこれめっちゃ難しいねんけども、うんうん、正直トントンかな、うん、ちょっと気持ちいい、うん、広島大学はやっぱ国立なんで私立みんな結構蹴ってる人っていうのはもちろん多いんですけども、うんうんうん、弁当も実際同社蹴ってるやんか、うん、吉野とも同社蹴ってるっていうのもあって、うんうんうん、結構同社とか蹴って広島大学来る人も多いなとは思います、うんうんうん、けど例えば関西の子だったら同社の方が近いんで同社行くっていうか結構多いかな、うんうんうん、だからそこは結構広島に近いか同社に近いかっていう近さで選んでるかなというふうに思います。そうかも、ね、他のカンカン実に関して言うならば多分ほぼほぼ広大蹴って立命館行くとか漢学行くっていうのはまあほとんどないと思う、うんうんうん、まあ、国際学部とか漢学の国際学部であったりとか、うんうんうん、立命館の国際関係学部は結構難易度が高いんであるかもしれないですけども、うんうんうん、まあ、基本的にはまあ、95% ぐらいは広島大学選ぶ人が多いんじゃないかな、うん、まあ、よっぽど近いとかは別かもしれんけどね、はいはい、思ったりはしますっていう感じかな。で、まあ、就職に関して言ったら、うん、まあ、立命館と漢学と広大はもうほぼ変わらんぐらいかなっていうふうに、ね、思ったりしますね。やっぱり立命館とか母数が多いんで、うん、息が入ってる人数で見たら多いですけども、うん、まあ、割合でこれバーって分布で見たら、うん、そんなに変わらないかなっていうふうにね、うん、思ったりしますね、うん、まあ、関西大学は正直どうやろうな、まあ、広島大学の方が就職もちょっと、まあ、関西やったら関西大学の方が強いかもしれんけど、うん、全国的に見たら広島大学の方が強いかなっていうのがめっちゃ裸なし偏見ですよこれは、うん、偏見なんですけどね思ったりはします、はい、って感じかな、うん、で、まあ、総計見ると絶対総計の方が多分総計に勝ってるとこはあんまないかな正直 なちょっと早稲田蹴って広島来た人とか慶応蹴って来た人ってほんま実際いるんよ、うんうんうん、おる弁当の友達も。いや聞いたことないけど、まあ、でも学費の面かな。そう学費の面であったりとか、うん、やりたいことっていう面で来る人はいるけど、うんうんうん、まあ、ほとんどは早期やっぱ行くことがね、うんうんうん、多いかなっていうのはそれは正直思いますね。そうだろうね。でマーチで言ったらめっちゃ悩むと思う正直、うん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 、けど広島大学蹴ってマーチ行ったみたいなの結構聞くし、うんうんうん、そこは難しいんですけども、まあ、明治青学には結構負けてる部分も結構多いんかなっていうふうに思ったりするけど、うんうん、逆にどうだろうな、中央法政とかやったら就職は多分中央法政の方がワンチャン強いと思うのよ、うんうんうん、けどうーん難易度で言ったら、まあ、確実に広島大学かなっていうふうに、うんうんうん、思ったりするかな、うん、これは分からん、みんなのこの意見によると思うんだけども、うんうんうん、明治青学だったらちょっと勝ってるかな、うんうん、学部によると思うんだけど、うんうん、ちょっと広大の方が学、うん、教科数が多いからちょっと勝ってるかなっていうふうにね個人的には思ってますけども、ね、まあ、難易度で言うとそんな感じと。そう、うん、感じかな。まあ就職に関してはね、なんか結構やっぱ都会になればなるほど、まあ、就職への、あの敏感さが高い、就活への敏感さが。そう、初めから、あのみんな始めるのも早いしね。うん、そう。で、その始めるのが平均的に早いかどうかっていうのは結構大事だと思っていまして、うん、就活へのモチベーションがもう著しく低い人も、あの就活を結構みんなが周りからこう始めることによってこう乗っかってうまくいくっていうパターンもあると思うので。うん、あとね、僕京都大学来て思って、普通に学部生と喋る時もあるんですよ、うん、こともあるんですよ、うん、なんか学歴フィルターとかじゃなくてシンプルに優秀だなっていう風に思いましたねもう人が、うん、だから僕学歴フィルターってのはもちろんそのないある企業もあると思うんだけど、うん、ない企業だけど結局京大を取っちゃう、京大取っちゃうっていうこともあるだろうなっていう風に思いました。いや、そっちの方が多いと思うね、学歴フィルターよりも、うん、もはや、ね、面接で喋って、うんうん、まあ、だから何が大事かって、自分でちゃんとその論理的に喋る練習をして本を読んで、その優秀者ニアリーイコール論理的思考力ってことだと思うけどね僕は、うん、まあ、もちろんそのプレゼン能力とか説明するのがうまかったりハキハキ喋ったりっていう、その面接とかグループディスカッションとかで問われるようなことが京大生はあできてるなっていうふうに思うことめっちゃあるんですけど、うんうん、まあ、とにかくなんやろな、もう学歴って多分その就職活動早めにやるとか論理的な思考を訓練するとか他のことでカバーできると思うんで、うん、そうだからこれ今言ったのが全てじゃなくて、もうどこに住みたいかみたいな短絡的な理由で決めちゃってもいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ一般的見解、平均的な見方としては今のが結構鋭いんじゃないかなと僕も思いますね。はい、ということで結論、広島大学が日本一、日本一、キーコンカンコンとキーコンカンコン、成功のよれいかなるよ、キーコンカンコン。
にだんだん言われてどんどん運営が大変になる。